2010年まで田口山にあったポムド、テール本店株式会社ポムフードは、日本の外食チェーンの一つで、主に創作オムライスを提供する、ポムの木を展開する。創業は、茨城市で開業した、ポムドテールという喫茶店が発祥。創業当初は細々と営業していたが、業績が不振だったため新規一点を図り開かた、市田口山の本店、現在は閉店している。 近隣にある平方店とは別の店舗に移転してから業績は徐々に上向きになった。しかしながら規模の拡大とともに長らくの間食材の調達に苦心する日々が続く。レトルト食品の導入などの試行錯誤を重ねたがその結果として味の評判が落ちた時期があった。そういった状況を打開したのは近鉄百貨店平方店に出店を持ちかけられた時に 出店するフロアの都合により、匂いを極力抑える目的で、オムライスの専門店としてオープンさせたことにある。以来、数々の改良を重ね、新規出店を積極的に行った結果、現在の姿になった。現在は、全国25都道府県99店舗を展開する、ポムの木を中心に、創業以来の洋食専門店、ポムドテール、家カフェをたまなど、 多種多様な創作料理を提供している。メニューの違いによって、現在は次の携帯の店舗を出店している。創業者のポリシーとして社生に挙げられていた、お客様に満足と満腹をというのがある。それが具現化されている一例として提供される、一人前の量が挙げられる。かつては、正直期程度の量のソフトドリンクを提供したりほぼ、 それと同様の量のパフェ類の提供があったが、現時点では比較的常識的な範囲に収まっている。現在は経営方針も変更されている。また、その具現化の一時例として、オムライスの量も上げられるが、その量は次の通りになっている。L サイズの量は非常に多いことなどからラインアップにない店が存在する。ありがとうございます。